今日の乾燥予報をお伝えします。今日は全国広いエリアでカラカラもしくは超カラカラという指数になっています。特に気温の低い札幌や仙台、東京は超カラカラの指数となっております。水分補給や保湿、火災への対策をしっかりと行うようにしてください。手洗い後のハンドクリームも忘れずに。ではここからはハンドクリームの効果的な塗り方をご紹介していきます。まずは使用量について。種類によっても異なりますが、チューブのものであれば人差し指の第一関節と同じくらいの量が適量です。クリームが少ない状態で手をこすると摩擦が生じ、かえって手を痛めることにつながります。ご注意ください。次に塗り方です。ハンドクリームは温めた方が伸びと浸透が良くなるので、まずは手の体温で少し温めてみてください。塗り広げる時ですが、強い摩擦は厳禁。より乾燥しやすい手の甲を中心に優しくなじませるのがポイントです。指の間や爪周りにもしっかりと塗ってくださいね。ハンドクリームの塗り方ご紹介をしていきました。今日もしっかりと乾燥対策を行うようにしてください。乾燥予報でした。